こんにちは。今日は涙袋メイクの紹介をしたいと思います。私も最近やり始めたんですけど、なんか涙袋がある方が目に印象がつくみたいな感じのこと言うけど、なんとなくやってみてます。私が使ってるのはコージーのドーリーウィンク、ペンシルアイカラークリームラメを使ってます。ペンシルタイプのやつですね。まあ最初ね、私はなんかもうようわからないけど、そう黒目のあたりまで描いてます。黒目のあたりまでこのペンシルのやつをグリグリしてますね。あとなんか目頭も描いてます。そしてなんかちょっと変かなと思うからね、描きましたって感じがするから、これです。ルナソルのアイシャドウ、この部分でちょっとぼかします。ルナソルのアイシャドウのここで、この下まぶたもいつも塗ってます。できました。ちょっと変わったようなね。やっぱり涙袋をすると違う気がします。こっちだけ塗ってますね。うん、はい、完成できました。これつけました下まつげのマスカラはこれを塗る前にやってます。なんかこれをした後にすぐ失敗しちゃうんですよ。マスカラをつけよったら、マスカラで汚れちゃったらね、拭くときに塗ったアイシャドウまで取れちゃうから、先にマスカラはしてます。こんな感じです。それじゃあみんなもやってみてください。またねー。